イム様いらっしゃい。ツナマジ遅えぞ。ね、そういうコラボとかすると誰々が嫌いとかそういうのが一番嫌だわ、うん、俺嫌いな人もいるわけじゃん、うん、痩せたね。いや変わってないっすよ。体重183センチ93キロスペシャルスター。あ、キラありがとう、うん、うん、空気悪くない。179センチ125キロっていいと思う？そう？うん。いや、ちょっとデブなんじゃない？マイアート明日ね。あ、ちょっと歯医者電話しようかな。歯医者ちょっと22日ブッチしたやつ電話した方がいいかな。とかないダメだよね。左へ曲がります。ご注意ください。めんどくさ。足立区歯医者。歯医者の名前忘れちゃったわ。歯医者。歯医者の名前忘れちゃった。まゆー。あったわ。シャイつけ。あ、キラ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 。あー、マーチありがとう。ありがとうね、マーチ。嬉しい。あ、すいません、あのですね、8月22日の4時に予約してた川西ですけど、ちょっとすいません、あの胃潰瘍になっちゃって入院してたんですよ。でちょっと行けなくて、またちょっと違う日にしてほしくてですね、すいません。はい、来週の水曜日っていうと何日ですかね。来週のちょっともうちょっと後で、ちょっと今まだ胃が痛くて、はい、2日金曜日の5時、もうちょっと後でも、あの僕あの都合がいい時に電話して今日行けるかっていう確認の電話のもと行ってもいいです？それでもいいです？じゃあ都合がつく時電話させてもらいますね。はい、すいません。はーい。はーい、いや、あの、嘘をつかないと、胃潰瘍だったらしょうがないなってなるじゃん。で、ちょっと寝坊しましたとかだったら、次の診察、治療に影響出てくるでしょ。うん。これは、必要な嘘なんだよ。うん。生きてる上で必要な嘘ってあるじゃん。そうでしょ。寝坊してほったらかしたってちょっと印象悪いじゃん。うん。で、治療が雑になるのも嫌だから、嘘つかないと、うん。必要じゃない嘘？なんていうの？じゃあ。俺気づいたのに、24日ぐらいに気づいたんだけど、適当すぎるでしょ。虫歯とか、あの、治療して、で、歯を白くしようかな。うん。そしたら清潔感出るじゃん。笑ったらさ、歯が白いと。いいでしょ。ね。歯は綺麗にした方がいいでしょ。あ、さあちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ラブだよ。
いいからそこどけろ。邪魔？タヌキ1208号さん後ろ救急車。タヌキ406号さんツナちゃんちいね。タヌキ1120号さん清潔感ならヒゲ剃ってよ。タヌキ556号さんそれより毎日お風呂入りな。タヌキ1035号さんタバコをまずやめろ。タヌキ1000ここならいいでしょ。一つが電話するか。着きました。着いたって。どこ？ツナにお金渡してあげてよ。うまかったよ。交番の前？ツナ？やば。すなちゃんって歌舞伎町交番じゃなくて東新宿の交番にいる？もしかしてその可能性ある？あ、いたわ。ちょっとツナ乗って、ツナ乗って、ちょっと買い物行くで。ああ、いいよ。ありがとう。反対側出ちゃって。これ、ツナお使いだい。ありがとう。いいの？いいよ。ありがとう。うん、今、残金いくら？今、1000円ぐらい。1000円ぐらい？いや、じゃあ、いくね、じゃあ。ありがとう。ちょっとリスナーさんにこれ嬉しいかな、あげたら。あー、まあ、ちょっとな、見ちゃった。マイカ、これフィギュア欲しい？俺のフィギュア。これあげたくて。俺買い、あの、うん、買い物行くのにちょっと道中になるからちょっと待っててくんない？あ、分かった。時間ない。ちょっとブランド品のとこ行くわ。さすがに配信できないのかな。なんか移動するの？移動するよ。シートベルトして。ちょっと見せてくれない？携帯。携帯
で最近携帯ちょっと開いてくれない？何開く？地図？あ、ツイキャスだよね。ツイキャスじゃないよ。あ、ツイキャスじゃない。うん、最近どうなの？二人の生活は。いや、特に変わりない。なんか言ってた？いや、多分、うん、俺のこと。その、うちの前だから、ちょっと我慢してるのかもしれない。我慢してる、うん、うん。辛そう、うん。うん。で、うちはそういう風に見えたけど。で、俺のキャスとか見てる？いや、一緒にいると、うん、あの、誰かと一緒にいると見れるけど、一人だと辛くて見えないって言った。で、何？ツナと一緒に見てたの？俺の配信。うん、見てる時もあった。あった？うん。ツイキャス？声聞こえてくる。あの、俺の声が。マリちゃんの携帯から。あ、気になって見てるの？俺を。マジか。じゃあ、ゼロワンさんが大阪行ったから、それを伝えたんだけど、あの、画面に映ってないから。で、今日なんか言われた？今日はなんか言ってきたんでしょ？いや、特に。ちょっと待って、画面から。頭痛。ないの？他に携帯。いや、充電なくて置いてきちゃってる、もう一個の方。ご飯とかどうしてるの？ご飯は昨日一緒に食べに行って。食べに行ったの？そう。何食べてんの？スキヤ行った。あ、スキヤ行ったの？二人で歩いて。歩いて、うん、で、家探してそう？なんかそういう系行ってる？そうだね。ん？うん。家探してるって、うん、で、家見つかりそうなの？いや、ちょっと厳しいから。うん。男の家？いや、自分ででしょ。自分でだから、一人暮らしするための。うん、うん、あ、一人暮らしを探してるのが、あんまり、うん、危ねえな、バイク危ないわ。飛び出してくんなよ、この車もよ。マンスリーマンションもやっぱペットからと大変なのかな。うん、なかなかね、うん、で、ツナは配信してるの？いや、配信はしない方がいいかなと思って。いや、配信しないとダメだよ、逆にツナは。お金ないでしょ、だって、うん、お金ちょっとでも稼がないと、うん、ツナどうやって生きてくの、うん、そうやろ。ちょっと目処がつくまで俺ん家いてもいいけど、まゆちゃんいるからちょっとあんま配信しない方がいいかな。いやいや、しないとダメだよ、そんな。うん。配信が仕事でしょ、つなちゃん。一応仕事になってないけど、一応でもこれしかないからね、うん、でしょ。じゃあ配信しないと、うん、ガツガツ。したらお酒代ぐらいになるでしょ、うん、頑張れば、うん、ね、うん、
で家の状況もわかるからね。うん、うん、であの心配してる人もいるからね、あの子のこと。配信にはちょっとついたくない感じだから、そんな一人でやればいい。